今夜のゴールデン洋画劇場は宮尾登美子原作五社英雄監督の文芸ロマン大作あの陽気郎時間を延長してお届けいたします。でこの映画は大正から昭和にかけて土佐の高地で映画を極めました料亭を舞台に世間家業の父親尾形家でその娘高知一と謳われた芸者の池上喜美子そして浅野篤子をはじめとする人間の愛と憎しみの生き様をドラマティックに描いたものです。うちの子の体うんと高うってうまん玉水いうとこがどんなとこか知っちゅうがか高知で一番の遊郭やあてのお腹のややの相手は法様やないがです。おすまんにゃいつも大事な時にそばにいてやれんとお父ちゃん。うん。でこの五社英雄監督の魅力というのは何といっても男はより男っぽくそして女はさらにエネルギッシュに女の業をさらけ出すこの辺りではないでしょうか。ですから今夜の映画もどこを切り取っても背筋がゾクゾクするような人間の意地がもうほとばしって出てまいります。もちろん濃厚なお色気サービスもたっぷりという娯楽大作陽気郎今存分にお楽しみいただきたいと思います。おまんのことはみんな知っちゅうよ。いかがでした。さて五社英雄のこの作風をですね劇画タッチという人がいるんですが監督曰くですね劇画タッチって簡単に言うけど難しいんだぞと。で劇画タッチの映画というのは今の映画人の忘れてしまったあのワクワクするような映画の面白さなんだと語ってらっしゃいますが誠に今日の映画まっこと面白かったですね。さあ来週これまた面白い痛快無類の荒野の七人です。どうぞご期待ください。このガンプレイこの懐かしい顔ぶれ時代を超えて腕利きのガンマンが帰ってきます。村人を守るため立ち上がった7人の男たちの命を懸けた戦い。ジョン・スターゲス監督の痛快娯楽大作荒野の7人。おなじみホイ3兄弟が今度はギャンブルに挑戦。ズッコゲ大爆笑のシリーズ第3弾ミスター・ブーギャンブル大賞。